お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、ラバルーンを使っていくんですけど、今そのクラロアリーグの試合でですね、韓国に来てて、今ちょうどホテルにいて、同じ部屋にそのダニ選手、ダニ、ダニ、人それぞれ待ってます。まあそうですね、ダニ選手が、まあまあ、パイセンですね、先輩がいて、まあ、この方に教えてもらいつつですね、先輩がラバルめちゃくちゃ上手いですよね。まあ、ということで、まあ、教えてもらいながらやっていきます。ということで、マジで、はい、お願いしますよ。うん、しかもマルチ、あとそのシーズン残り3日ぐらいしかなくて、全く勝てない状況でして、本当にやばいですよね。これどうします？え、打つ？どっちも。どっちも、ああ、打ちます。はい、オーケーです。ここは、これは打ち、もうこのカードでしか防衛できないんで、これ、まあまあまあ。迫撃っぽいよね。いや、迫撃、これ迫撃マジで勝てない。これどうします？なんか点こっちっすか、うん、これ、あの、僕、これ誰、ギャングの方がよかった。ギャングの方が良かったって。うん、もう、だって立てるよ、選手。これ、つらい。これどうします？ガードつけて。はい、どこですか？ラバの後ろ。はい、僕あのラバ使ってて、ラバル使ってて、あの迫撃関係にマジで勝てないですよ。いや、これつないね。出していいですか？いいよ、出して。これどうします？やっぱり水打ったらダメでした。まあもうダメ、ダメ、これはいらなかった。打っちゃったちょっと待って、エリクサーが、いらないって。もう打ちたいじゃないですか。あんなこれホグ来ないか、うん、でもこれで500ぐらい受けますよね。うん、やっぱ勝てなくないですか、マジで。辛いね、これしかも同サイドだし。え、じゃあどうすんすか。うん、とりあえず左無視します。逆にもう右行きます。ホグ来たらもう好きで。あー、もうここ出していいですか。出していいと思う。ここでいいですか。オッケーっす。で、ここだ。え、ちょ待って、え、ちょ待って、やばやば、なんか、まあ、やばチートみたいなことしてきましたよね、今。相手見ました。やば今のやばい、俺も使いたい俺も使いたい。これどうします？ラバ左選手。お前左なんすか？左の方がいかない。いや、左の方がここっすか、後ろっすか。どうぞ。あー、まあもう、もうこれ無視っすか。無視だね。これガゴうまく一緒につけたい。辛いけど、パイセン、パイセン本当にラバ使ってます？いや、僕は作業してるのは僕ですね。操作してるのは僕です。やばい、事故ってなんですか、事故って。事故で終わらせないでください。僕の大事なトロフィーを。本当に。いや、でもこれ。こっからどうします？ちょ、待って。え、相手うまくね？さては。普通になんか出すスピード早いわ。なんか待った瞬間的に出てきた。うん、ちょ、待って、また負けたやんけ。ちょ、待って。ちょ、待って。パイセン、もう、どういうことですか、これ。いや、これは。で、これはもうバルーン出して、ここに囲まれ来るんで、この僕のファイブ見てください。もう、はいや、もう、いや、マジで、ラバーを使ってる人に聞きたいんですけど、うん、その、迫撃ホグだったり、迫撃ディガーの、うん、なんていうんですかね、枯渇枠、ヤリゴブギャングとかの枯渇系のユニットが4種類あるやつに、4種類は辛いね。マジで勝てないんですけど、うん、しんどくないですか。うまいこと一々に持ってかないと、一々に逆サイを持ってあ、逆サイをおるんですね、初めに一々に逆サイだそうです。うん、迫撃ホグとか迫撃ディガーに対しては逆サイを追って、まあ、逆サイ取られてもいいんで、いちいちにして、そうですね、そうしたら、まあ、防衛楽になりますもんね。これザップでいいですか？墓石はここで置いていいんですか？いや、待ってもいいくらい。あ、待ちます。OK です。これもしかしてもう一回迫撃っていう可能性もありますよね。マジやだ。うん、あ、取れてるか確認したい。あ、来た。あー、OK です、取れてますね。よしよし。いや、ここで出してこないのは迫撃じゃないっぽい。あー、ちょ、待って、これジャイ30しか迫撃でワンチャンジャイ TP もあるけどこれもう、いや、でもザップ打つってもうエリポン回してみたいなもんじゃないですか。エリポン来たらこれどうするんですか。あ、これもうラバルですね。オッケーっす。え、マジで
ジャイさん重視もつらい、めちゃくちゃしんどいですよね。つらいね、ほんと。待って、さらに違う敵もきだ。オッケーオッケーオッケー。これどうします？こうバルーン、なんだ、え、メガホン、バルーン、これワンチャン、バルーンつけてどうします？ガゴ出します？うん、つけて、はいっす。で、もう今これはもう見守りっすよね。あー、おいしい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 。これ何もしないっすか？もう、え、コウモリにこれ打ちます？打っちゃいます。え、でもこれめっちゃしんどくないですか？しんどいけど、うまくってなんですか？うまくどう、うまくさ、そこ加え、ここどうします？じゃあこれ左側っすよね。まだギリギリ、まだ待っていいですか？もう出します。ここでいいよ。 OK です。後ろからメガホンだな。どこっすか？後ろ、右後ろじゃん。よし、これラバー重ねます。ラバー重ねて食べ取って、よいしょ。まあ人手だから美味しいね。ああ、確かに。ごかご出してもいいですか？出してもいい。で、あー失礼します。で、こっちアップ、はい、で、これ守れる、うん、で、メガゴこっちっすか？うん。あー、で、墓石いきます。いらないか？いや、いや、いるー。ちょ、待って、危ない危ない危ない。これ守れば勝てるからもう。確かに、これなるほどね。で、このままラバ出します、しまい。はい、いいよ、行こう、行っちゃいます。で、もうこれあともう相手攻めの形作れないから。作られましたよ、でも作れない。でも、これこれ無視でいいですか？いや、まあ無視でいっか。やっちゃいました、僕。僕やっちゃったやつですか？あー、でも今のもう、いや、言うてやっちゃってますけど、いや、やりますね、先輩やば。ミニペア処理しやすいからね、ラバー使って。処理しやすいけどじゃないですか？作戦あるから美味しく、なかなかやりますね、うん。いや、もうラスト一戦行きましょう、一戦行きましょう、行きましょう、うん。あ、ピース、こういうなんかマークついてるやつうまいっすよね。ピース本当に多いっす。これ外国の方、このピースだったりなんか星とかもある、うん、なんかマークついてる人すごい多いし、うまい。これどうします？とりあえずザップ回してね。はい。で、辛いね、縦線。よいしょ、早く分かれる。 OK、 OK。 この仲間外れのやつがね、戻ってくる。いやー、じゃあ行きたいから押し込みて、はい、からの、まあガゴを出すしかないですね。ファイブ打ちます？ファイブ打ちたいね。ファイブガゴでいいですか？これ美味しい。止まんな、お前。 OK、 よし、 OK。 戻ってきて、メガゴ、いや、いらない、いらない。あ、いらなかったですよね。いらなかったね。これは、これは、今のメガゴはいらなかったそうです。今僕は焦って出しちゃったんですけど、やっぱそういうところですね。今のラグなかったらもう今10。うん、まあ、ここラバからもう作って。これ左行きます。左で行く。これジャイに対してって、うん、あれですか？いや、まあ、守れないときは、ね、はい、1、1にして。これボスキでいいですか？ボスキで。これどうします？いや、これもう左にもうバルーン出すんですか、うん、もう右取られていいんで、うん、か11効果持ってくる。これでもしんどくないですか？あ、待って、ユニット直い、うん、あー、これ左角でいいですか、うん、OK、 ザップちます。あ、入っていい、これ OK、 よしよしよし。で、まあ右、うん、やなめか、いややなめ、ヤナメはズルですよね、マジで。でも今の環境的には普通にマジで強い。いや、こっからですよね、うん、パイセン。どうします？あ、メガゴだな。後ろメガゴで墓石置いていいですか？うん、うん、これね、メガゴの前にラバー、うん、守って、ギリギリ守りたい、うん、まあ、いやこれどうします？つけておけないと折れないから、はい、多分これでまあ折れるでしょう。 OK、 で、おお、追いついたすけど、あと700。いや、ハイボキドリか。どうします？いや、もうメガゴを出して、とりあえず、はい、多分ジャイクルからボスで、もう守るしかないやつですね。うそう、でもこっちも攻めるしかないやつですよね。攻める削る、俺だ。え、もう
なんすかもうスペル削りって終わるみたいな。まだ耐え。ダメだよこれ。いやそんなことじゃないですよ。まあまあまあ。一つなんかアドバイスください。ラバ使うにあたっての。やっぱエリクサー大事にすることじゃない。エリアドをうまく取って。で、しょっぱなのあの無駄な目がなかったらしいの勝ててました。ということらしいです。ということで今回ダニバイさんにご協力いただきました。でそうっすね、もうこんなグダグダでしたけど、見てください、ありがとうございました。ということでバイバイ。バイバ